こんにちは、銀座有楽町内科の山村壮です。お仕事お疲れ様です。本日は仕事終わりました。ということで今回の動画ではこちら、ビールを飲み比べて血糖値がどうなるのか検証してみようと思います。まずは普通のキリン一番搾りを飲んで血糖値がどのように変化するのか、そして昨年2020年に発売された糖質ゼロのキリン一番搾りを飲んでみて血糖値がどのようになるのか、それぞれ検証してみようと思います。お酒は血糖値を上げるとか太る原因になるとかいろいろ言われていますが、果たしてそれは本当なのか血糖値の観点から検証しますので、ぜひ最後までご覧ください。飲む前の血糖値が82です。それでは普通の一番搾りを飲みます。飲み終わりました。10分経ちました。ほろ酔いです。血糖値は72です。20分経ちました。血糖値は72です。30分経ちました。血糖値は87です。40分経ちました。血糖値は111です。50分経ちました。血糖値は107です。1時間経ちました。血糖値は108です。70分経ちました。血糖値は87です。80分経ちました。血糖値は74です。90分経ちました。血糖値は81です。飲む前の血糖値が79です。それではこちら、糖質ゼロの一番搾りを飲みます。飲み終わりました。10分経ちました。血糖値は71です。20分経ちました。血糖値は69です。30分経ちました。血糖値は72です。40分経ちました。血糖値は76です。50分経ちました。血糖値は74です。1時間経ちました。血糖値は68です。70分経ちました。血糖値は68です。80分経ちました。血糖値は64です。90分経ちました。血糖値は73です。今回はこちらの普通の一番搾りと
糖質ゼロの一番搾りを飲み比べて血糖値がどのように変化するのか検証してみました。普通の一番搾りでは血糖値82から若干上昇し111まで上昇しましたが、血糖値の変動としては小さい方だと思います。ビールそのものが血糖値を上昇させる効果というのはそれほど大きいものではありません。また糖質ゼロの一番搾りはほとんど血糖値を上昇させることなく、むしろ若干下がり目に変化したように思います。この点に関して少し解説しますと、我々の体はお腹が空いているとき、ご飯を食べていないときはエネルギー源として肝臓からグルコースを供給しています。お酒を飲むとアルコールの分解に肝臓が忙しくなり、このエネルギーの供給が滞りがちになります。そのため何も食べない状態でアルコールを摂取すると血糖値がやや下がりやすくなります。結果としてアルコールを摂取することで血糖値が上がるどころか、むしろ下がりやすくなってしまい、普段より食事をたくさんとってしまったり、締めのラーメンや締めのスイーツを食べたくなってしまうという結果に至ります。ビールなどのアルコールそのものがものすごく血糖値を上げて太る原因になるというわけではないですが、アルコールが食欲を増してしまうことで体重増加の原因となると考えられます。くれぐれも飲みすぎ、アルコールの摂りすぎにはご注意ください。血糖値をはじめ健康診断などで異常を指摘された方の相談を銀座有楽町内科では受け付けています。お気軽にご受診ご相談ください。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日の動画が役に立ったな、面白かったなという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。